こんにちは、スイッチマンです。今回は後編となりますので、前編がまだの方はこちらを先にご覧ください。それでは始めていきます。では、後編スタートです。クパロボにありがちな、潜入部隊の方のステージです。F 完結編とかでは、前編で上がった分、気力が下がってのスタートとかいう変な仕様でしたね。妙だったようで、以降そういうのは見かけないようです。とりあえず、指定の位置までくねくねした内部を進んでいきます。なんでこんな作りになってるのか謎ですね。どういう原理かわからないけど、壁の向こうの敵に攻撃もできるという不思議な建物となっております。とりあえず邪魔してくる敵は排除するのみです。ちなみにこの後半ステージは味方が誰か撃墜されるとゲームオーバーなので注意が必要です。マクロス系は HP が低く被弾速撃墜なので先行させたくないのですが、移動距離が多いので先行しがちです。アイフィールド入力、これでいけるはずだ。あんなのに耐えられるわけねえ。まあ、ポッカーもマックスも優秀みたいなのであまり心配はしてませんが、ヒカルの霊もあるので気は抜けません。このいやらしく配置されたザメルは資金多めなので、幸運持ちで倒しときます。25% にさらっと当たるのもどうかと思いますね。ちなみに、ガンダム X の近くの特殊床に機体を置くと、排入ガンダムがもらえます。あ、クリティカル出ちゃいました。出ないでいい時によく出ます。もったいなかったな。この先、ウィングゼロなどの機体を改造するのに莫大な費用が必要なのでちょっとでも多く稼いどきたいのに。
記憶に。行くぞ。ホッカーは被弾の心配ないようですが、敵はマックスを狙ってきます。では、残りのザメルも倒してしまいます。ハイニューガンダムゲットです。熟練度が低い場合は HWS パーツとなります。よく考えてみたら HWS パーツってゲットしたことないです。難易度がイージーだったりするとマウンテンサイクルから狂気隊が手に入ることが多いです。確か試作2号機とかもイージーじゃないと入手できなかったはず。アルファガイデンではアトミックバズーカ使ったことないですね。難易度をイージーに保ちながら進めていくのもなかなかストレスたまるプレイになりそう。あらかた片付きましたが、さらに進むと敵の増援が現れます。なので、なるべく足並み揃えて進めていきます。ようやく兄ちゃんに勝ってヒーローが取れるか。ケンプがブラッカリーで登場です。このブラッカリーも昆虫っぽくて飛ぶときにブーンって言うんですよね。私にはもう5機にしか見えないです。忘れてたけど、キャローンがいましたね。キャローンはお気に入りのヘビーアームズで倒します。いただく。くそ、これじゃイノセントに合わせる顔がないよ。残る強敵はテンプのブラッカリーだけですね。さて、一挙行きますか。結果は同じかよ。残りの敵は動かず防御してるので、ちょっとブラッカリーがどんな感じか、つついてみます。
光もリバーサスゴキブリですね。ビームシザーズを防御で 59% とかなかなかやりますね。突撃あるのみ。さっさと失せな。てめえの出番じゃねえんだよ。張り切りすぎると早死にするぞ。生意気なんだよ。全然余裕でいけそうです。どうせこいつも瀕死になると回避しだすだろうと思い、必中持ちを数人連れてきてます。必殺ギャリアパンチ。張り切りすぎなんだよ、ドマンジュ。イノセントの偉大な事業の邪魔をする兄ちゃんはガキだと言うんだよ。こっち飛んでくんな。そんなヒョロヒョロ玉に当たってたまるか。もう瀕死なんで、ヘビーアームズで蜂の巣にしてやります。迂闊な動きは死につな。悪いな、俺は不滅だ。じゃ、暴よう。熱血使いましたよね。底力のせいか、チンプの黒いのはカッチカチになってやがる。あとはコンテナの回収を忘れないようにしないとですね。今日も 25% とかの低い確率で被弾してるの多くない？気のせいかな？この辺の固まってるブランは反撃でジロンがバシバシ落としてくれます。ジロンのおかげで通れるようになりました。先にコンテナ回収と行きます。あとは残りの敵を全滅させます。目的地に着けば終わるんですが、倒しとかないともったいないですからね。アイフィールド入力、これでいけるはずだ。
イドドールの反発力が弱い？オートでは無理なのか？アイフィールド作動、警告にオートリアクションセット、着敵。はい、終了です。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。